はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、ではデビルキューブですね、ウルトラコロセウムに向かっていきましょう。中継地点1からですね。確かそんなに遠くはなかったはず。どちら、こっちか。まあ、敵は 2,3 回遭遇しそうな気はするけど、ここはあれですね、ダダがいたとこですね。あれ戦闘音が聞こえる。誰が戦っている。うう、メテオどうした、ざまあねえな。ヘルヘル、クライシスめ、まさかこんなに強いなんて。この俺の技術の全てを注いだヘルガネムに貴様らごときが叶うはずもない。諦めるんだな、行けヘルガネム。ヘルガネムどういうやりとりだ。大丈夫か、お前たち。すまない、下がれ。こいつは我々に任せろ。ジャンポットたちは先へ行け。わかった、ここは頼んだ。グレンファイヤー、ミラーナイト、行くぞ。おう、俺たちがベリアルをぶっ倒してやる。ミゼスの復活は何としてでも阻止しなければ。ふん、舐めた真似しやがって。まあいい、奴らの首はボスガンに譲ってやろう。俺の獲物は貴様らヒーローどもだ。今度こそ地獄へ送ってやる。クライシス帝国め、地獄行きはお前たちの方だ。エドリアンの無念、今こそ晴らしてやる。ヘルガデム、行くぞ。うわー、2体かー、どうしようかなー。まず1体を集中的に倒した方が良さそうな気がするから。スタンしねえかな。スタン、毎回スタンスタン言ってるよな。スタンひるみ、スタンしろ。え、クリティカルじゃなくて弱点だこれは一石二鳥だぞ。うわ、 SP にダメージってマジか、ちょっと厄介だな。早めに倒しとこう。こいつは結構パワーあるな。ハイパーバズーカ、雷に弱いのかな。そうするとお、雷に弱いわけじゃないな、射撃に弱いのかな。あれ、今度は、はい、デススモークって何ちょっと射撃で攻めてみましょう。命中率は下がらないな。おお、オッケーオッケー、射撃に弱い。くらえ、おお、ひるんだ、マジか。いや、こいつはひるんでるから。ウルトラマンゼロはちょっとアストラを出ました。味方単体のヒーローゲージ一定量止めます。いいねいいね。で、こいつはちょっと回復しないと。あ、やばい。え、物理が無効、これは大丈夫でしょう。お、結構上昇すんな。いいねいいね。じゃあ今のうちにどんどん貯めていきましょう。うわー、液状か。くらえ、うん、反撃も結構いいっすねめっちゃ溜まるんだけど。よし、次だな。トランザも発動させて、一応もう一回フルサイトフレーム使って、後出しでリカバリーキットを使って、こいつは普通にヒールレインを使っとこう。次のヒーローゲージが勝負っすね。ドランザム、ロケットのよう。よーし、行くぜ。まあ1しか使えないけど、ライザーソード、ユニコーンコンボ、
エミリウムなんちゃら、ゴールデンエクストリーム、9代8000、6000、よしよし、オッケーオッケー。これは一旦耐え抜けばなんとかなるっしょ。撃つ、攻撃したい。一応ちょっと回復しとくか。痛い痛い痛い。俺はそれでも、よし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 、エネルギー攻撃を使ってくるかどうかっていうところもあるけど、プリズムブレイク、かわされた。よしよしよしあ、トランザムの効果が切れた。ランダムの効果切れてもいけるんじゃない。あ、待って待って待って、溜まってないか。3は溜めたいからな。とりあえずアストラ君を使って、オッケー、もういいや、使っちゃおう。こいつはトランザムコンボ、ユニコーンコンボ2、一応シャイニングエメリウム使うか。よし、うん、結構楽勝でしたね。お、ヘルガデム、カデゾーンはもう終わりか。ヘルヘルヘルガッガー。あれ、ガデゾーンなんか頭だけになってる。くっ、俺の負けだ。地獄で待ってるぜヒーローども。潔いですね。ありがとな、助かったぜ。当たり前じゃないか、仲間だろ。よし、とっとと行くぞ。おう、よし、とっとと回復しようどうせコロセウムでも敵が待ってるんだから。ここはもう使っちゃおうかな、アクティブクロークを。よし、サクサクいきましょう。サクサクと、間違えた。お、またなんかいるのか。前方から戦闘音が聞こえる。おい、何か聞こえるぞ。また戦闘だ、ジャンポットたちか。クライシス、ここから先には行かせん。おのれ、どういうつもりだ。ヒーローどもの仲間は素通りさせたではないか。さてはつるんでいるのか。ギラズール部隊行け。はっ、クライシス落ちろ。ちっ、数なら負けていないチャップ部隊。ベベー、久々に出たなチャップ部隊。袖付きヒーローたちか。貴様らは行け。何、なぜヒーローを通すのだ。知る者か、大佐のご命令だ。シナンジュの命令。ちっ、なぜだ。なぜ大佐はこうもヒーローどもに肩入れする。シナンジュはどういうつもりなんだ。よくわかんないけど先行っちゃっていいんじゃない。軽いなあ、そうだな、もう一刻の猶予もない。みんな行くぞ。行かせるものか。クライシスは邪魔をするな。く、待てヒーローども。行かせんがギラクールごときにやられんのか。もうすぐですね、ここだ。お、いっぱいいるほっほっほ、その程度ですか。はあはあ、なかなかやるじゃねえか。さすがにベリアルの片腕なだけある。このままではリゼツが復活してしまう。大丈夫か。ダークゴーネ、そこをどいてもらうぞ。何をほざいていらっしゃるんですか。毒わけがないでしょう。スタジアムではこれから取引が始まるところです。おとなしく帰るか、ここで死ぬか。時間がねえ、力ずくで通る。
おっと、それが答えですか。ならば死んでもらうしかありませんね。ダークゴーネか今度は。こいつもツインドライブを使って、サイコペインを使って、なかなかやっぱりボスキャラは状態以上にはならないですね。おっと、あ、そうか、ユニコーンあれつけてたんだ。なんか反射するやつつけてたな今更だけど。だからダメージが返るんだ。おっと、どれくらい減った。あんまり減ってないか。ただ念には念を入れて、ヒットポイントは常に高い状態で保っておかないといきなり死にますからね。で、あとはこいつはアストラでうわー、回避率が上がったか。これはちょっとあれだな、ロックオンを使いましょう。で、アストラ、いやアストラ役立つな。ひるまないよな、さすがに。いって超食らったマジか。ちょっとアストラでライダーを上げるか。一発で死んだ今。900いくつだったもんね。あー、ギリギリ一発で死んだっぽいな。ちょっと待ってよ、俺は一回バスターソードでロックオンもう一回かけよう。で、アストラでユニコーンを上げて、まあ強いやつでプリズムブレーキでいくか。かわされたか、やっぱり。うおー、2溜まるな。どうする、これ2ターンで押し切れるか。押し切ろう。まずライザーソード、こいつはユニコーンで、メリウムで自分を回復させよう。くらえくらえくらえ、よし、あとちょっとだいていていて、トランザムコンボのユニコーンコンボの、こいつはゼロスラッガーアタック、これ絶対倒せる。ゴールデンエクストリーム、よーし。ダークゴーネ、だんだん幹部も減ってきましたね。グッガー、よし、スタジアムに突入だ。待って、回復したいおう、仮面ライダーバース、他3名準備 OK だ。他かよ、お前らもいけるな。いや、いけないもちろんだ、見せてやろうぜ、ウルティメイトフォースゼロの意地をよ。ああ、いよいよ決戦ですね。行くぞ。なんかめっちゃ決戦なんだけど。回復させよう。回復してった方がいいのか。回復してこうすいません、戻ってばっかりで。じゃあアクティブクロークをまた使って、アクティブクローク、あと1個しかない。まあサクサクサクっと、ここも来ましたね。とりあえず、おお、これはどう。カイザーベリアル陛下、万歳万歳。
すでに観客席を埋め尽くした怪獣や聖人たちの地鳴りのような大歓声が響き渡っていた。すごいな。客席にいる奴ら全員ベリアル軍団なのか。こっちも人数は増えてきたつもりだったが、こりゃ桁違いだな。見ろ、アリーナの真ん中にベリアルとシナンジュが。シナンジュよ、確かに受け取ったぞ。カイザーベリアルは今まさにシナンジュからかけらを受け取ったところだった。待て、なんだ。は、ヒーローどもか。残念だったな。たった今ここに5つ揃った。うおー、だったら奪い返すだけだ。は、う、うおー、よし、シナンジュ、約束通り今ここでリジェスを復活させてやる。ぜひともそうしていただきたい。実に楽しみです。ふっ、見てろ。カイザーベリアルは5つのかけらを宙に浮かせた。ゴゴゴん？何も起きないようですが。こんなはずではない、こんなはずでは。陛下であればリジェスを見せていただけると思ったのですが、私の見当違いでしたか。クソ、少し黙ってろ。これは何かありそうですね、シナンジュの目論みが。なぜだ。あ、かけらは5つ揃っているぞ。観客席もにわかにざわめき始めた。お前ら静まれ、集中できんだろうが。カイザーベリアルは精神を集中し静かに念じ始めた。仕掛けるなら今しかない。ジャンボットたちとバースたちは客席の怪獣たちを牽制してくれ。いいな、了解だ。 OK、 行くぞ。ヒーローたちはタイミングを合わせると一気に仕掛けた。それまでだベリアル。うわっ、うおー。観客席の怪獣、聖人たちも一気にヒートアップし、アリーナになだれ込んだ。いや、これだけなだれ込まれるともう無理だろう。めっちゃいっぱいいるじゃん、観客席。とんでもない数だ。確かにとんでもない数だよ。だが、暴れがいがあるってもんだ。ファイヤー、ギャー、ゴー。怪獣ども、お前たちの運命は俺が決める。フォアチャーン、ガンダムファイターの意地見せてやるわ。行くわよ。貴様ら、カイザーベリアル、お前の相手は俺たちだ。お前だけは絶対に許さない。地獄に叩き落としてやる。おお、いよいよカイザーベリアル戦。なんか普通だな。ボスではないか。いや、でもボスの音っぽいけど。わっ、ガードされてる。回し蹴り。弱い。そんなもんか、カイザーベリアル。絶対なんか後でやってくるよ。霧があれか。違う、光があれなのか。射撃はとりあえず大丈夫。斬撃だな、斬撃がガードされる。ってことはバスターライフルでいくか。でヒールレインを打って、足払い。めっちゃ格闘戦だなこいつ。アストラ、アストラ20も使うのか。ただ、斬撃はガードされるからパニックにはならないよなこいつ。どう考えてもパンチは効くのかな。ガードされる。アストラハイパーバズーカーで命中率を下げたいような気もするけど、そうすると、一回回復をさせとくか。命中率下がらない。
てあんまり痛くはない。じゃあここで、いや普通に減らして最後決めて終わりだな。これはなんかありそうだな。よし、命中率下がった。うわ攻撃耐性、マジかマジか。これはちょっと決めとこう。もうなんか怪しい動きを取り始めたからな。ライザーソード、ユニコーンコンボ、よし。でこいつは回復をさせとこう。やっぱり念には念を入れて、これでただいけるはずだ。ダメージ的に3500、よーし、オッケー。おレベル上がった。カイザーベリアル5体上だ。やったか。バカな、この俺様が負けるなんてことは。ガー、さようならカイザーベリアル。おお、なんだこれは。ん、なんだ今のは。やりましたね。ああ手下の怪獣どももあらかた片付けたぜ。いやまだ見た感じいっぱいいるんだけど。ふっふっふ、ははは、ついに箱が満たされた。え、箱？リジェスを復活させるには5つのかけらと箱を満たす邪悪のエネルギーが必要なのだ。どういうことだ。闇の力と光の力がぶつかるとき邪のエネルギーが生まれる。各キューブには特に効率よく邪のエネルギーを発生させる場所、否、座標があった。ラプラスの箱ですね。まさに。その座標で貴様ら光の力であるヒーローと強大な闇の力とを戦わせることで大量の邪のエネルギーを集めることができたのだ。この箱にな。強大な闇の力？それはすなわちクシャトリアであり、アーマードダークネスであり、超銀河王であり、エターナルであり、カイザーベリアルであった。そうだったのか。覚えているか、コロニーキューブの決戦を。クシャトリアは自ら決戦の場へ移動した。あそこが座標だったのか。マウンテンキューブの座標はダークネスフィア、ダークネス、アーマードダークネスにとって都合のいい場所だった。ウィズダムキューブの座標は上空だ。私は部下を送りエクソダスを操作させた。ウィンドキューブはフートタワーの頂上だった。私はエターナルを焚きつけシャンブロも貸し与えた。シャンブロは何のために。エターナルがこちらの思惑通りに動かなかった場合の予防戦さ。いざとなればシャンブロにフートタワーを占拠させるつもりだった。そしてこのキューブの座標はここだ。そうか、だからお前は部下を使ってここで我々とギガキマイラを戦わせたのか。その通りだ。しかしギガキマイラではジャのエネルギーが足りなかった。だから最後の手段として君たちとカイザーベリアルを戦わせたのだ。俺たちはずっとお前の手のひらで踊らされていたというのか。今ここにジャのエネルギーで満たされた箱と5つのかけらがある。おお、めっちゃ力が集まってますね。かけらが、もう遅い。これが真のリジェス復活の時だ。ふざけんじゃねえ、ふざけんじゃねえぞ。この声はベリアル、貴様まだ。何の音だ。よくもよくも。ゴゴゴ。突如として現れた帝都要塞マレブランデスが空全体を覆った。マレブランデス、よくもこの俺を。おお、なんか怪しい力だ。騙しやがったな。ガガガ。マレブランデスに蓄えられていた大量のエメラル鉱石が降り注いだ。何が起きているんだ。エメラス鉱石だ。ベリアルがエメラル鉱石を吸収している。このタイミングで妙な真似を。
バリバリバリ。うおお。おっと、こいつは？はあ、はあ、あの姿はアークベリアル。この恨みは貴様らを地獄に叩き込まなきゃ収まらねえ。うおお。うわあ。まずい。ウジェス復活のプロセスは始まっているんだぞ。知るもんか。全員ぶっ潰してやる。倒すしかないな。待て、これ以上ジャのエネルギーは不要だ。まずはヒーローどもからだ。普通に戦闘か。おお、ボスっぽい。しかも強そう。大丈夫か。一応ヒットポイントは全回復してるから。てかシナンジュも手伝えよ。予想外のことなんだろう。とりあえずこれでいいかな。見境なく暴れ出した。あいててててー。おーおーおー、マジか。結構減ったな。ハイパーバズーカで命中率を下げられるかどうか。とりあえずガードはされないな。今のところはまだ大丈夫。だいたいこれ後の方になると強くなりますかね、敵は。あ、スタンした。マジか。これマジか。もうスタンすると万能ライフキットでしか直せないからな。結構ミスってんな。うわー、マジかー。死んだ。攻撃力が半端ねえな。どうする。とりあえずアストラで上げといて。こいつは大復活キットだな。一撃で死ぬな。うわー、上昇効果がただ今打ち消されたぞ。ヒール2で回復させないとまずい。よし、命中率下がった。頼む。全然ミスってねえし。おお、かわしたかわした。ナイスナイス。どうしようかな、ここで。微妙だな。いや、2ターン使っても多分これ押し切れないからな。いや、押し切れるか。やろう。2ターン使う。いくぜ、ライザーソード。こいつはユニコーンコンボで、メディウムで、ライダーはやっぱり回復しとかないと。くらえ。よしよし、ダメだ。これは押し切れない。しかもスタンした。マジか。ファイナルルティメイトゼロはちょっとなあれだからな。万能ライフヒットで回復と。2ターンか。そうするとディフェンス、ディフェンス。こいつはディフェンスを取っとくか。腕を振り払った。もう一ターンか。ヒールレーン2。エネルギーを貯め始めた。マジで何してくんだよ。うわ、これやばい。俺はまだ飛べる。俺はそれでもエネルギー攻撃が無効になるはずだ。ヒーローゲージは溜まってないから、こいつはとりあえずアストラでクアンタを上げよう。
ダブルアクション打っとくか。それなら。狙え。こな。アストラ。コイン。よし、めっちゃなまった。なんか打ってきたよ。ルホ。エネルギー攻撃じゃないの今の。破壊する。でここでエネミーラッシュかよ。これはきつい、マジできつい。リカバリーとヒールレインをちょっと予防線で打っとこう。よし、とりあえず。このウルトラマンのな、リカバリーキットあとまだいっぱいあるな。多分後手で打つことになるから。よしよしよし。これでしのぎましょう。見境なく暴れ出した。ダメージ食らってないけど、ダメージ返した今。俺は。あぶねえあぶねえ。それでも俺はまだ諦めるか。飛べる。ここはもうちょっとヒーローゲージを使って打てるもんを打ってこう。よし、これで終わりだ。くらえ。うわー、いてえ。ライザーソード、うわあ、倒したか。危ねえ危ねえ。まあまあそこそこでしたね。めっちゃ危険な場面になることもなく。経験値すげえな。アークベリアル。グワー。とりあえずこのショーはアークベリアルで終わりかな。さらばだ。でリジェスがどうなるか。まあ多分復活するんだろうけど。ジャのエネルギーがオーバーフローを起こしている。箱がどうなってるんだ。これでリジェスが復活しちまうのか。止めるしかないだろう。暴走している。チー、もう止められん。これはハザードだ。リジェスハザードだ。何、リジェスハザードって。リジェスの災害ってこと。ベリアルの凄まじい怨念はジャのエネルギーを爆発的に発生させた。限界を超えたそれは箱を破壊し、全てを飲み込みながら急速に拡散していった。で結局どうなったの。ハザードキューブとかいうところにいるんだけど、どれぐらいの時間が経ったのだろうか。そんなに時間が経ったの。ここはどこだ。知らない場所だな。一旦拠点に戻るか。ダブローは拠点に戻ろうとした。戻れないのか。しかし原因不明のエラーによって戻ることができなかった。ん？どうしたんだ。リジェスハザード。マジか。唐突だな。じゃあキリがいいので、とりあえずアークベリアルを倒したところで、リジェスが復活したんだか復活してないんだかっていうところで、今回はこれで終了して、次回この続きをやっていこうと思います。今回はこれで終了します。